ホーネット、ホーネット、アセスホーネッツ、CV-8 は、アメリカ海軍の航空母艦。ヨークタウン級航空母艦の3番艦。艦名は、スズメバチの英語名にちなむ。アメリカ海軍において、ホーネットの名を受け継いだ艦としては7隻目にあたる。ミッドウェイ海戦につながる、ドリットル空襲を行った、ドリットル隊の母艦として有名である。1942年10月。 南太平洋海戦にて沈没した。ホーネットは1940年12月14日に海軍長官フランク・ノックス夫人アニー・リード・ノックスによってバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で浸水し、1941年10月20日に初代艦長マーク・ミッチャー大佐の指揮下収益した。浸水式の模様は日本でも、 日本ニュース第34号で報じられたが、鮮明は、ホーネ号と称されていた。真珠湾攻撃前の日米関係が不安定な時期に、ホーネットは、ノーフォークから訓練公開に出航した。1942年に入って間もなく、ホーネットの13ミリ機銃は、すべて20ミリ機銃に交換された。1月31日、ホーネットの完熟訓練はすべて終了した。 2月2日、ホーネットの将来の任務のヒントになる事件が起こった。この日、ホーネットは2機の陸軍航空隊所属の B-25 ミッチェルを搭載していた。海上での2機の B-25 は、艦の乗員に驚きと戸惑いを与えた。ホーネットは戦闘準備のためのオホークに寄港し、1942年3月4日に、パナマ運河経由で西海岸へ出港しが、上院には、 B-25 での訓練は何を意味したのか気がつく、ものはなかった。ホーネットは3月20日に、アラメダの海軍基地に到着した。3月27日には、陸軍航空隊所属の B-25 がアラメダに到着。ホーネットでは固有の艦載機を格納庫に収納し、3月31日と4月1日に16機の B-25 を飛行甲板に搭載した。 これと同時に、ジミー・ドーリトル中佐の指揮下70名の士官と64名の兵員が上官した。ホーネットを中心とする部隊は、第18任務部隊を名乗った。また、ホーネットを援護するため、米育島及び南鳥島への攻撃から、帰還したばかりのエンタープライズ、アセンタープライズ、CV-6 を中心とする、第16任務部隊、ウィリアム・ハルゼー中将が合流して、 護衛任務にあたることとなった。コーネットは4月2日、陸軍航空隊員に、その命令を秘密にしたままサンフランシスコを出港した。その日の午後、ミッチャー艦長は全、乗組員に指名である、日本本土空襲を通知した。コーネットの艦内は、大いに沸き立った。11日後の4月13日、コーネットは4月8日に、真珠湾を出撃したエンタープライズ以下の、 第16任務部隊とミッドウェー島北方で合流。第16任務部隊は、ホーネット以下の第18任務部隊の使命をこの時知った。第18、第16両任務部隊は日本に向けて回答した。4月16日、ホーネット艦情の B-25 は出撃体制に整えられ、翌17日には最後の燃料補給を行った。同リットル中佐率いる。 爆撃隊は4月18日夕国に予定発艦位から発進し、東京をはじめとする日本の主要都市を夜間攻撃する予定であった。当初の予定では発艦位はおおよそ日本の沿岸から400マイル以内であったが、4月18日未明にエンタープライズのレーダーが複数の目標を発見。ついで朝になって犬棒崎東方で、 特設監視艇第23日東丸に発見される。軽巡予感ナッシュビル、アセスナッシュビル、CL-43 が第23日東丸を撃沈するが、第23日東丸は米艦隊発見を報告しており、機動部隊の存在と位置は日本海軍に察知される。場所は日本沿岸から600マイルの地点で予定位置よりもはるか手前にあったが、 第二十三日東丸による発見は、春勢提督に攻撃隊の発艦を決意させることとなった。爆撃隊は前日に発艦準備を整えていたが、四十ノットを超える強風と三十フィートに及ぶ波が激しいうねりとなり、艦は猛烈に揺れ艦首からの波は飛行艦板と乗員たちを濡らした。同リットル中佐に引きられた。 爆撃隊は467フィートに及ぶ飛行艦板に固定されたが最後尾の B-25 は線形に搭載され飛行艦板の傾斜部分にあったためチェーンで固定されていた繰り上げられた発艦命令が出るとホーネットは進路を変えて準備に入った7時20分同リットル機を手始めとして8時20分までに日本の心臓部へ 初の空襲を行う部隊として16機の B-25 はすべて発艦した。コーネットは時間の関西機を飛行甲板に待機させ、エンタープライズともども進路90度で飛隊を開始し、全速力で真珠湾に向かった。日本語及び英語両方のラジオ放送を傍受し、空襲の実施は14時46分に確認される。B-25 を搭載。 発信してからちょうど一週間後の4月25日朝、ホーネットは真珠湾に祈祷した。ホーネットの任務は一年間公式には秘密とされ、フランクリン・ルーズベルト大統領は記者団の質問に対し、攻撃隊の発信位置をシャングリラと回答して煙に巻いた。シャングリラは後に現実の空母となって姿を見せることとなった。極秘任務から祈祷したホーネットは、 三五回海戦の支援を行うべく4月30日に、新珠湾を出撃したが、海戦日の5月8日には間に合わず、エンタープライズによりナウル島とバナバー島に対する攻撃を演した後、ミッドウェイ島に接近してくるであろう。日本艦隊を迎撃すべく、5月26日に新珠湾に帰島して、補給と整備を猛スピードで終えて、わずか2日後にエンタープライズと共に、 第16任務部を構成して出撃した。部隊は当初率いる予定だったハルゼーが皮膚病になって入院したので、ハルゼーの推薦により、レーモンドスプルーアンス少将に委ねられた。コーネットとエンタープライズの第16任務部隊は、ヨークタウン、アセスヨークタウン、CV-5 を中心とする第17任務部隊、フランク・ジェイ・フレッチャー少将と合流し、フレッチャーが 両部隊を指揮した。ホーネット、エンタープライズとヨークタウンは、各々の部隊が、視覚信号で確認できる、範囲内で個々に航行していた。6月5日、ミッドウェー島からの偵察機が、ナ雲忠和率いる、機動部隊及び、支援部隊、艦載機の接近を報じた。スプルーアンスは即座に、ホーネットとエンタープライズの艦載機を発進させた。しかし、 コーネットの艦載機の大半は日本艦隊を発見できず、機動部隊に接触しつつあった第8雷撃機体 VT-8 は唯一の生存者である少尉を残して全滅し SBD ドーントレスも半数を燃料不足で壊没させてしまった。残存機はミッドウェイ島を経由してコーネットに帰ってきた。フレッチャー率いるヨークタウンは 空母飛流艦載機の反撃で損傷すると、フレッチャーは、部隊の葬式をスプルーアンスに移乗した。ホーネットは、エンタープライズともども、時間の艦載機の整備及び反復攻撃の準備に、加え、ヨークタウン艦載機の受け入れをしなければなかなかった。参謀は戦火を拡大すべく、第二次攻撃隊の発進をスプルーアンスに求めたが、スプルーアンスの判断は、慎重を極め、 敵場をさらに重ねた上で、午後もだいぶ経ってから第二次攻撃隊の発進を命じた。ところが、第二次攻撃隊の発進は、参謀のミスにより、ホーネットにはすぐには伝わっていなかった。エンタープライズからの第二次攻撃隊発進に遅れる、こと約1時間後、ホーネットからも SBD16 機が発進した。しかし、ホーネットからの第二次攻撃隊は、 一部の機は1000ポンド爆弾を搭載した代償で燃料を減らされており、大した行動ができず引き返してきた。夜になって、スプルーアンスは、第16任務部隊を一時的から離した。1日おいて、第16任務部隊は再び西方に進撃し、退却する日本艦隊を追撃。エンタープライズからの偵察機の情報により、ホーネットから SBD-26 機が発信。 直前に衝突して損傷していた重巡洋艦最上と三熊を遅れてやってきたエンタープライズからの攻撃隊と共に三度に渡って爆撃し、三熊を撃沈して最上を大破させた。3日間の激闘を経て、第16任務部隊は燃料が残り少なくなり、乗組員やパイロットの疲労はピークに達しつつあった。スプルーアンスは、 ウェイク島の日本の航空部隊の傘には入るまいと、戦闘を打ち切って、振動を補給部隊のいる方角に向けた。6月13日、ホーネットはエンタープライズと共に、真珠湾に帰投。一連の攻撃から得た勝利は、戦争の潮流を一気にアメリカ側に引き寄せた。しかし、スプルーアンスは海戦における、ホーネットの動き、及び、ミッチャーの判断が気に食わなかった。 スプルーアンスは、6月5日に、ホーネット機が、ナグモの機動部隊を攻撃しなかったから、ヨークタウンが損傷したと考え、ミッチャーの報告は信用できないと断じた。トーマス・ビーブ・ユエルは、これらのせいでスプルーアンスはミッチャーに対し、後年第5艦隊と第58任務部隊でコンビを組むこととなるにも、かかわらず、偏見を持つようになったとしている。全滅した第8雷来撃機体。 VT-8 は任務に対する特別の英雄的行動と特筆すべき功績により主君部対象を与えられた。起動したホーネットは三脚マストの上にくくさむレーダーを設置し、従来この位置にあった SC レーダーはメインマストに移動した。また、監視部をはじめとして20ミリ機銃が30機から32機増設され、 格納庫甲板に設置されていたカタパルトは撤去された。整備の後、ホーネットは、真珠湾近海で訓練を行った。8月7日、アメリカ軍は、ガダルカナル島に建設中の日本軍飛行場と部隊を吸収し、ガダルカナル攻防戦が始まった。この方面のアメリカ機動部隊は、エンタープライズのほかサラトがアセスサラトが CV-3、バスプ、 アセス・ワスプ、CV-7 を中心とした、フレッチャー少将を率いる任務部隊がいたが、8月24日の第2次、ソロモン海戦でエンタープライズが損傷し、サラトは8月31日に E26 の来撃で損傷。ワスプも9月15日に E19 の来撃で沈没し、即座に行動可能なアメリカ空母は、この時点で、フォーネットただ一隻となってしまった。 ホーネットは直ちにソロモン戦線に進出し、損傷したエンタープライズも急ピッチで修理を行って、真珠湾を出撃。10月24日にニューヘブリティーズ諸島北西海域でホーネットとエンタープライの核任務部隊が合流。ガダルカナル島に対する日本側の動きを警戒することとなった。10月25日には偵察機が日本の機動部隊を発見していたが、 無線風刺と不手際により攻撃は成功しなかった。10月26日の南太平洋海戦当日、アメリカ軍は再度日本機動部隊を発見し、ホーネットは、早朝より第一次攻撃隊、海4回8機、SBD15 機、TBF6 機と、第3次攻撃隊、海4回7機、SBD9 機、TBF9 機を飛ばした。 1> 第1次攻撃隊は7時27分に、機動部隊を発見し、空母昇格に450キロ爆弾4発を命中させ、昇格を大破させた。第3次攻撃隊は空母を発見できなかったものの、従順地区間に爆撃を開始して、地区間を撃破した。しかし、ホーネットは入れ違いで殺到してきた、日本、側機動部隊本隊からの第1次攻撃隊、村田重春少佐。 艦航20機、艦爆21機、冷戦21機に発見された。エンタープライズがスコールの中に逃げ込んだので、ホーネットのみが打ちのめされる形となった。第一次攻撃隊の攻撃により、ホーネットは250キロ爆弾3発と、魚雷2本が命中。艦爆と艦航各1機、隊長である村紫含むがホーネットに体当たりした。フォーネットは、被弾により、 艦内の動力を失い航行不能となり、火災を発生させた。また、11度傾斜した。駆逐艦、モリス、ラッセル、マスティンによる支援も受けて、消火には成功したが、依然航行不能でありえ、巡洋艦のザンプトンが栄光を試みた。だが、栄光策は切れやり直しとなった。続く、日本軍の攻撃はエンタープライズに向かい、 損傷したエンタープライズはホーネットを残して退避した。ノーザンプトンは前回より太いワイヤーを用いてホーネットの栄光を再開したがそこに日本軍第二航空戦隊からの第二次攻撃隊観光7機、冷戦8機が来襲した。攻撃を受けたサイノーザンプトンが栄光策を切り離したためホーネットは停止状態であったが命中した魚雷は1本だけであった。魚雷は 第二エレベーター側部の上に命中し、これにより傾斜が14度に増大。メイソ村艦長は総引退艦準備を発令した。続いて随格からの第三次攻撃隊、艦爆2機、艦航6機、冷戦5機がホーネットを攻撃。まず艦爆の攻撃により、資金に一発があり、傾斜がさらに増大。艦長は総引退艦を命じた。 次に艦航が爆撃を行い800キロ爆弾一発が命中した。上院の体幹終了後、第二航空戦隊の第三次攻撃隊、艦爆4機、零戦6機が現れホーネットに、さらに爆弾一発を命中させた。この頃、アメリカ軍はホーネットの放棄を決定し、駆逐艦、アセス・マスティン、DD-413 及びアセス・アンダーソン、 dd-411 に処分を命じた。マスティンが魚雷8本を撃ち込んで6本を命中させ、続いてアンダーソンも8本の魚雷を発射し6本を命中させるもホーネットは沈まず、2隻はさらに5インチ砲弾430発を撃ち込んだ。走行しているうちに日本艦隊が迫ってきたので、マスティンとアンダーソンは期待していった。事情を許さば、 他方栄光された死と連合艦隊参謀長であった、宇垣きまとい少将の命令を受け、火が暮れようとする海原を前進した日本海軍大三艦隊は、彼方から遠雷のような法制を聞いた。これは、先にマスティンとアンダーソンが、ホーネットに砲弾と魚雷を打ち込んでいた音だったと、考えられた。第10駆逐隊の駆逐艦集軍と、薪雲は本隊から分離し、 速力を上げて海上に漂うホーネットに向かった。やがて炎上し、漂流中のホーネットを発見。ホーネットは、至る所から火を吹き、艦首からは栄光されていたことを物語るロープが、数本垂れがっていた。日本側は、連合艦隊司令部からの命令に従って、ホーネットの打歩栄光を行おうとしたが、排水量に差がありすぎ、さらには、 火災が広範囲に広がっていたことから最終的に断念している。周雲は12.7センチ砲24発を砲ネットに打ち込んだが砲ネットは微動だにせず、爆雷での処分も検討されたが、爆雷の射程が短く断念された。結局、魚雷で処分することとなり、周雲と巻雲からそれぞれ2本ずつ発射され、3本が命中した。この後、周雲では、 ホーネットの断末間を記録すべく、絵の上手な信号員に炎上中のホーネットを、久しを命じた。艦長は、スケッチの助けにしてやろうと、ホーネットに向けて何度もサーチライトを照射した。スケッチが終わり、やがてホーネットの火災は、艦全体に広がった。秋雲と巻雲が見守る中、ホーネットは10月27日午前1時35分、サンタクルーズ諸島沖に沈んでいった。 収益からわずか1年と7日という短いものであった。助籍は1943年1月13日。コーネットが攻撃を受ける、この様子は感情からフィルムに記録されており、このフィルムを露覚した日本では、学徒出陣の映像とともに、日本ニュース第177号、決戦として上映され、有名な映像となっている。また、 周運の信号員がスケッチしたホーネットの最後の姿も残されている。ホーネットは第二次世界大戦中の戦考で4つの従軍聖賞を受賞した。この間の喪失をアメリカ海軍は日本軍に活動できる空母が一隻となることを知らせないために秘匿しようとしたが、11月の大統領選挙を控えたルーズベルト大統領が、 悪いニュースを握りつぶしたとの評判を避けるために早々に発表してしまい、海軍司令部は敵に内情が筒抜けになったと動揺した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。